とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は久しぶりに最強ビルドランキングやっていきたいと思います。アップデートが来まして、3週間ほどが経ちました。いろいろと修正が入ってね、変わったところがあるんですけども、今日は1位から5位まで発表していきます。それでは、行きますね。このランキングには個人的な意見が入ります。ご了承ください。それでは第5位からいきましょう。第5位は、これ!バブルビルドですね。バブルビルドは、今回のアップデートで修正されたんですよ。ワンパンをすることができなくなりました。昔はね、これでワンパンしてめちゃくちゃもうチートぐらいの強さだったんだけども、さすがに修正されましたね。うん。でも1年以上これ使えたんで、まあ十分ではないでしょうか。うん。俺もちょっとこれは修正されて残念だったんだけども、でもまだまだ使うことはできます。これ下方修正だけじゃなくって、上方修正も入って、これバブルで攻撃をした際に、前はリフレッシュが効きませんでした。それがリフレッシュが効くようになったんだよね。なので、これで攻撃をしながら、ポーションバリアを発動することができるようになりました。まあまあ、そこそこ使える、ビルドですね。で、これ、攻撃力はそんなにないんだけども、多段ヒットをものすごいします。ものすげえ多段ヒットするので、火力はすごいです。ただ、矢がね、すぐなくなります。矢がすごいなくなるので、それの対策は必要かな。まあ武器にソウル系をつけていって、矢が出てきた時に、増殖をする。まあそういう感じでいく。もしくは弓に無限をつける。まあそういう感じではないでしょうか。で、防具は、俺のおすすめはウィザーです。ウィザーだったらば、攻撃を当てるたびに回復するので、ほぼ死にません。うん。まあ変更には弱いけどね。なので、ウィザーが結構おすすめですね。で、バブルバースターのおすすめの、エンチャントですけども、バーストボーストリング、そしてクールダウンショットとリフレッシュ。この3つは、セットです。バーストボーストリング、クールダウンショット、リフレッシュ。この3つあれば最悪使えます。でも、それプラス、マルチショットか、無限、そしてチャージ系だね。ロールチャージ、アーティファクトチャージ。それがつくと、いいかなと思います。まあ、おすすめはチャージ系だね。アーティファクトチャージかロールチャージ。それがつくと快適に使うことができるのでおすすめです。はい。第5位はバブルビルドです。まだまだ使えますよ。それでは第4位に行きましょう。第4位はパワーレイピアビルドですね。パワーレイピアはもともと強かったんですけども、またさらに強くなっちゃいましたね。アップデートでパワーシェイカーが、強化されました。ダメージが前よりも、1.5 倍ぐらい増えたのかな。まあ、とにかくものすごく火力を出すことができるようになって、さらに強くなりました。で、このパワーレイピアビルド、使うにあたってはちょっとね、慣れが必要です。若干慣れが必要。まあ、すぐに慣れるよ。1、2分すればすぐ慣れるんだけども、まあ、このぴょんぴょんしながら、パワーシェイカーを回復させる作業っていうのを、ちょっと慣れる必要があるけども、まあ、慣れれば全然使えます。で、防具だけども、ウィザーを使いましょう。ウィザーか、もしくはスパイダーだね。でも俺のおすすめは、ウィザーですね。うん、攻撃速度は必要ないので、耐久力のあるウィザーアーマーをつける方がいいと思います。はい。で、このレイピアの理想エンチャントですけども、重力、虚無、輝き。この3つはセットです。これは絶対つけた方がいい。重力で敵を引きつける。で、虚無でダメージとかを上げる。で、輝きで回復をする。この3つですね。で、そしてもう一枠だけども、弱体化と、スタン。そしてアイテムボーナス。あと、雷とかかな?うん。凍結なんかもいいと思いますね。うん。なんか補助的なやつを入れると、いい感じになると思います。はい。まあ、とにかく強いので、一つは作っておいて損はないと思います。
第4位はパワーレイピアビルドです。それでは第3位に行きましょう。第3位は怒りビルドですね。今回のアップデートで弱体化されちゃったんですけども、まだ全然強いです。まあ、弱体化された部分が攻撃力だけだったのでまだマシだったよね。これが速度とかが入ったらちょっと使いにくかったかもしれません。まあ、攻撃力が、10% ほど昔よりも下がった感じですね。でもまだ全然強いです。もう近接といえばもうこの武器で間違いないと思います。で、アーティファクトのセットですけども、昔はね、キノコとドラと、羽、まあ、これが大体スタンダードだったと思うんだけども、ドラがね弱体化されました。うん、前は3倍ダメージだったけども2倍ダメージに減ってしまったので、そのドラの部分を、エリクサーのカバンもしくはパワーシェイカーに変えていいです。俺のおすすめはパワーシェイカーですね。うん、それをつけるとかなり強いので、まあドラでそのまま使ってもいいと思うんですけどね。まあドラとパワーシェイカー、そしてエリクサーのカバン選べるようになったので、まあまた一つ面白みが増えたのではないでしょうか。で、怒りの、理想エンチャントですね。怒りの理想はね、まずリフレッシュ、そしてアーティファクトシナジーで虚無だね。この3つはもうセットでいいと思います。リフレッシュ、アーティファクトシナジー、虚無で、もう1個を、高ダメージが出せるやつがいいですね。ダイナモか痛み、どっちか。俺は痛みの方がまあ好きかな。まあ両方持ってるけどね、痛みのやつもダイナモのやつも両方持ってるんですけども、個人的には痛みの方が好きかなっていうところです。で、防具にもこだわりたいところですよね。防具はポーションバリア、そしてクールダウンですね。この2つがついてれば、まあとりあえず OK です。で、ウィザーか勇者もしくはフルメタル、この3つを俺はおすすめしたいですね。はい、まだまだ強いです。第3位は怒りビルドでした。それではここで番外編です。これもね、なかなかおすすめなので紹介しておきますね。番外編は影凸ビルドですね。影凸はどうしてもクリアできないところで使うといいと思います。前はね、無敵バブルでワンパンしていけば大体どんなところでもクリアできたんですよ。でももうできなくなってしまったので、どうしてもクリアしたい場所があったら影凸を使うのをおすすめします。これだったら間違いなくクリアできる。で、必要なのがまずはアーティファクトだね。アーティファクトの影の断片、これが必要です。そして防具にエンチャントで影の突撃、これをつけてください。まあ、とりあえずこの2つがあれば、完成かな。で、さらに快適にしたいならば防具には影凸プラスクールダウンですね。クールダウンあると、だいぶスムーズに進めると思います。で、アーティファクトは俺のおすすめは影の断片と、ドラ、そしてエリクサーのカバンだね。この3つはおすすめです。でも、ドラとエリクサーを入れずにエレメントのカバンを2つ入れていくっていう手もあります。うん、消えてる時間が20何秒かあるので、その間に、雷をガシガシ打つっていう手もあるんだけども、まあまあ近接で戦った方がマシか。はい。で、一応安全性を出すために防具にはポーションバリアを入れておいた方がいいです。もう敵でね、トゲとかあと帯電、やけどとかそういうのが来たらちょっと痛いのよ。なのでそういう時の対策のためにポーションバリアを入れておくといいですね。はい。で、武器はもちろん怒りです。うん、一撃がでかいやつで攻撃しましょう。影凸を使うと3倍ダメージが出ますので、ものすごく火力が出ます。で、さらに、今回のアップデートで待ち伏せがパワーアップしたでしょ。待ち伏せを入れるとさらにダメージアップできて、大体の敵はワンパンで倒していけるんじゃないかな。うん、まあ影凸も一つ持っておけば、
絶対クリアできないところがなくなると思うので、おすすめです。一つは作っておいた方がいいんじゃないでしょうか。それでは第2位に行きましょう。第2位は歩行型の花火ビルドですね。今回の修正で花火がとにかく強くなりました。まあ花火というか爆発系だね。爆発系がすんごく強くなったんですよ。なので花火ビルド使ってる人も多いと思います。で、花火を使うにあたってまず必要な装備はこれ、ハープクロスボウですね。ハープクロスボウは絶対に欲しいところです。で、エンチャントも厳選しなきゃいけなくって、必要なものは3つ、連鎖反応、そしてリフレッシュ無限ですね。この3つがあればとりあえず OK です。まあ贅沢を言うと、もう一つにマルチショットが入ってると火力が結構違ってきますのでおすすめです。で、防具も、必要なものがあります。それがピグリンアーマーのようなポーションを使ったらアーティファクトが、回復しますっていう防具だね。まあピグリンアーマーと、あと新しく出た黒斑のアーマー、あとミステリーなんかにもつきますよね。まあ、それを厳選してください。で、防具にはクールダウン、そしてポーションバリア、この2つがついてればとりあえず OK です。うん、この2つがつけば大体使えます。で、あと2枠は、まあデスバーターとかサプライズギフト、あと防御力が低いので防護とかそういうのも入れてもいいんじゃないでしょうか。うん、で、毎回毎回ポーション使うので臆病なんかを入れておくと火力アップしていいかもしれませんね。はい。まあアーティファクトはもう花火3つですよ。花火3つで、やっていきますので、まあまあやりやすいやつだとは思うんだけども、まあ最強を目指すなら、花火の256が3つ欲しいところですよね。俺もまだ持ってないんですけども、これ集めたいと思います。第2位は歩行型の花火ビルドでした。それでは第1位に行きましょう。第1位は羽ぴょん型の花火ビルドですね。これが一番使いやすかったですね。今回の修正でやっぱりね、花火使う人が多くなったと思います。俺も使ってます。で、この羽ぴょん型の花火ビルド使うのがね、難しいです。難しいっていうのが、厳選が難しい。まず、弓は、まあ、何でもいけるちゃいけるんだけども、火力を出したいのであれば、これだね、冬の指先。これが欲しいところです。冬の指先で、で、さらにエンチャントは、クールダウンショット、で、連鎖反応、で、バーストボーストリング。だね。この3つはセットです。で、もう一枠に、リフレッシュか、マルチショット、あと無限ですね。その三つのどれかをつければいいと思います。まあ、安定感を出したいならば無限で、で、安全に行きたいならリフレッシュ。で、火力増し増しで行きたいならマルチショットですね。まあ、そういう感じで使い分けで、いいと思いますけども、なかなかこれが難しいんだよね。なかなか難しい。で、さらに防具も、必要です。この防具が、なかなか入手できるやつではありませんね。クールダウンが3入ったやつを、使ってください。3以上。うん、元々にクールダウンが入ってる防具に、プラスで下に2つクールダウンがついてるとか、もしくは下が3つともクールダウンとか、そういうやつじゃないとちょっとね、使えないんだよね。なので、厳選がすんごく難しいんだけども、まあ、使えば、すごく強いので、おすすめです。はい。まあまあ、俺も、クールダウン3のね、防具だったらまだ持ってるので、ギフト会で配れるので、はい。まあ、もしも、欲しい方いたら、ギフト会参加してください。そろそろやります。よろしくお願いします。第1位は、花火ビルドの羽ぴょん型ですね。はい、ということで今日は最新の最強ビルドランキングやっていきました。まあ1位2位はなかなか厳選が難しいんですけども、まあ使えばものすごく強いので
おすすめです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。